はい、どうもレイザンダモン RG です。ミニカーあるある言います。両方のドアを開けて飛べると主張する。はい、どうもですね、それでは手元の方で2019年1月発売になったホットリールを紹介していきたいと思います。ではまずこちら2台ございますので、1台はそのまま保管用として取っておきます。ではこちらを取り出していきたいと思います。はい、よし、はい、これが出会い人選ですね。はい、はい、どうでしょうか。トラックに赤いものが入ってますね。15って書いてあるんですね。15なのに52。1552ってことですか。いや、そんなことじゃないですね。まあ、よくわからないですけど、とにかく思ってたよりもやっぱりドリバルすると変わるな印象が。ナイス赤ですね。はい、なんかナンバープレートみたいなのついてますね。はい、かっこいいですね。もう僕ミニカル意外とこういうテールランプとかヘッドランプが乗ってなくても平気な方なんですけどね、いいと思います。ただちょっと残念なのはここの角ピラーっていうんですか、ここの部分がこのガラスの成形の中に含まれてるっていうのは嫌ですね。ここに支柱みたいにこうピラーで欲しいですよね。これまあトミカの昔のセンチュリーもちょっとサビサビなものをリペイントしたくて買おうかな、メルカリなんかで買おうかなと思うとこういう感じなんですよね。これが私好きじゃなくて未だに購入できないでいるんですけど、まあでも新しいうちはいいですね。あーでもないとおかしいよ。何なんでしょうか。オープンやるのこれ。まあ、その他はオーバーフェンダーなんかもできて、とてもかっこいい車がいいなと思いますね。はい、それでは次、開けていきたいと思います。それではこちら行きましょうか。はい、はい、スピードボックスですね。はい、着火しております。よいしょ、よいしょ。ピカピカやんか、ピカピカやんか。あれオイル見てください。なんでしょうか、この辺の水。これは塗装なんですかね、メッキのね。で、ブルーの内側にタイヤまでメッキしてあるよ。スーパークロームって書いてますね。まあ仕上げないですけどね。これがシェリー版がこんな感じであったらまあ最高だったんですけどね。まあでもお気に入りです。下はダイジェストですね。室内残ってるのかな。残ってる感じでもないのかな。ちょっとこの辺はね、よーく光かざしてみたいとか分解しないとホットイールはわからないですよね。これもそうだな、改造しなくていいか。これもブリッジのもの取っとこうかな、あるかな。まあ同じでしょうかな、こちらですね。はい、1回持ってますか、3台持ってますか。はい、じゃあ、はい、このストッパーでいってください。はい、こういう感じですね、チェックメイトシリーズですね。はい、かっこいい、かわいい、このカウンテンで。いいところ、まあこのライトもちっちゃいんですよ。これより購入式になるとライトがボコって出て、ライトの丸がでかくなってね、ちょっとバランスが私好きじゃないですかね。いやー、でもこれよくできてるよな。テールもテールランプがちっちゃくて、で丸い窓もちっちゃいですよね。これが攻撃になって丸がでかくなって、テールランプがボコってでかいになって、まあ好きじゃないですよね。実写の話ですよ。ホットリールそのタイプのワンは見たことないと思うんですけどね。これに関連してもっとかっこいいのあるんですけど、これちょっと紹介してみます。これかっこいいですよね。マジャバグって言うんですよ。見えたんですよ。その部分、アキアキ、テールのガラスの2つも押さえてて、かっこいい。はい、よくです。失礼します。はい。はい、次、じゃあ、メルカリに行きましょうか。はい、メルカリに取り出していきまーす。ブリッサーに入ってるのと取り出してみるのとでね、やっぱり全然違ってですね。全然かっこいいんですよね。まあ、やっぱりメルカリの。なんでしょうか、これ。問題。戻すれまへんみたいな感じじゃないですか。でここの向きが斜めというね、ここを直角に戻してあげる、もっと荷物乗ってると広がるの。これがまあ昔の姉ちゃんって感じでいいですよね、ムラがあって。非常にかっこいいテールランプの周りなんかも。シンプル。このラインとか大好きですね、このラインとか。でこの顔もね、上から見るとこうカク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 ってこうなってじゃないですか。こんな感じ、こういうの好きなんですよね。わーかっこいい。カクカクの中の丸目みたいな、いいですね。ファイヤーパターンもで、ホイールが黄色いラインが入ってますね。まあツヤっぺしブラックのホイールに黄色いラインが入ってる感じですね。でガラスが黄色、私このガラスに色ついてるの大好きなんですよ。いいですね、かっこいい。こんな感じ、かっこいい。滑っちゃうんですよね。はい、やめて。これじゃない。はい、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 ビルト・フォード。間違えてますけど、ごめんなさい。タッチ、ビルト・フォード・タッチ、ラプター。
F150 エコブーストパワーテッドバイエコブースト。模様は昔ね、ハイラックスなんかもこういう感じでなんか模様やってましたよね。かっこいいですね。すごくカラーリングが上手ですよね。フロントをここプラでフォードってでかくここフォードって書いてますね。見えますか、フォードね、ビッグタイヤ。こんな感じでしょうか。岩場を攻める的な感じですか、これ。はい、次、はい、桃ロックスアレゴルフ11、はい、桃カラーです。はい、次どう、うーん、かっこいいね。私もともとゴルフ大好きですね。まあ、よく言えばですね、昔のゴルフ、カクカクした時のゴルフですよね。まあ、一番好きですね。はい、フロントこんな感じ。うん、エアロがついてて、オーバーベンダーついてて、レース仕様ってスポーティー仕様ですかね。はい、この赤、周囲色っていうんですか、赤というよりも、これ桃カラーですよね。いつもこのカラーで出してきますよね。なんかこのロゴが好きですね、桃っていう。桃の脇にホットイール書いてますね、これ。はい、こんな感じ、この矢印のマーク。ね、これ桃って感じですよね。はい、で、タイヤは艶消しブラックの成型色かなに、黄色のラインが入ってますね。黄色も蛍光っぽい黄色ですね。はい、こっちの、はい、タイヤは4本同じ太さになってますね。はい、はい、かっこいい。はい、そして今日最後になりました、こちら。はい、はい、山崎さんです、この1台だけ。おー、なんか画像越し見るとかっこいいな。はい、カットさせてみましょう。じゃんじゃんじゃん。わー、なんかかっこいい。まあ、前々からこれメインにしてたんですけどね、まあ、いっかと思ってスルーしてたんですけど、結構手にしてみるといいですね。重みも結構ありますね、これ。なんかどうなってるんですか、これ。なんか面白い感じ。なんか、見えませんか。なんかすごくいい感じですね。はい、あ、これ。走るかな、コースで。顔がちょっといいですよね。はい。何が書いてあるね。はい、読めます。ちょっと今、メガネ外してるので読めません。何か字が書いてあります。まあ、網のマークってこんな感じですね、いつも。だから4本だし、計6本だしになってますね、普段は。で、羽、まあ、これなんでしょうかね、このグレーの部分。まあ、羽のイメージなんでしょうかね。この後ろの、なんていうか、この、あれですね。で、後ろ、ジェットみたいになってます。これは、速そうだけど、カーブにしたらこけちゃうんじゃないなっていうような。まあでもすごくいいですね。まあ架空車などじゃ忘れられそうですけどね。カラーが好きです。なんかあのアンブリンですか。うん、はい、というわけで今月、はい、ゲットしたホットリールこちらになります。どうもご視聴ありがとうございました。また来月もですねやっていきたいと思いますので、チャンネル登録していただけるとありがたいと思います。それでは、バイバイキー。